TBS チケットショップ金峰オープン17周年記念モーニング王決定戦、さあ優勝戦です。1号艇山口の海野幸四郎、2号艇福岡の田堂実、3号艇香川の重成和人、4号艇長崎の石橋道智、5号艇山口の太田直也、6号艇大阪の小野達也、以上のメンバーです。インに入っていくのが1号艇の海野幸四郎、目下5連勝中、パワーアップで、さあファイナルです。 V ゴールをかけて高枠から2コースに2号艇の田堂実、芦屋連覇、そして今年6回目の優勝、こちらかけまして3コースに3号艇の重成和人です。コース不問でオール3連帯、3場所連続優出なんです。4コース角、直前地元大村からの連続 V をかけ、4号艇石橋道智、5コース勝分ある5号艇の太田直也、大外は競り合いさばき、足は連続輸出、6号艇小野達也、3対3です。優勝戦の第12レース進入内側から1番2番3番4番5番6番の並び、1秒前スタートしました。優勝戦第12レース1号艇の運の2号艇の田堂、いい佐藤1枠逃げる1号艇の運の幸四郎、2号艇の田堂実攻めきれず、振り切っている1号艇の運のがトップ。スタートは前提正常でした。すでに大きなリードを1号艇の運の、2番手が2号艇の田堂、その後ろ3番手は4番6番並走から2枠トップ1号艇運の幸四郎、2番手に2号艇の田堂実、その外に握ってきたのが4号艇の石橋道友、さあ2番手2号艇の田堂の外側から4号艇の石橋が迫っていきます。すぐ後ろには6号艇の小野も続いて、レースは2周目、先頭は1号艇の運の幸四郎が向こう正面へ、そして2番手2号艇の田堂が回って、そのまま2番手はしっかりと2号艇の田堂実です。4号艇の石橋道友は3番手、体型が1番2番4番、その後ろ6号艇小野、3号艇重成、5号艇太田です。2マーク先頭で1号艇の運の幸四郎、2番手が2号艇の田堂実、そして3番手4号艇の石橋道友、レースは最終周回へと入りました。さあモーニング王に輝くのは1号艇の海野幸四郎、トップで最後のバックストレッチへと抜けていきます。今シリーズを怒涛の6連勝でさらってのけます。足はなんと初、今年は V3 が見えてきました。上位3艇は1番2番4番の体型です。2番手3番手がちょっと詰まった感じで、さあ最終コーナーです。先頭は1号艇の海野幸四郎、自身は G1 を含め28回目のシリーズ頂点が見えました。そして2番手2号艇の田堂実が回って、2番手しっかりリード、3番手に4号艇の石橋道友で、まもなくゴール、先頭1番海野、優勝の五輪、2番田堂、4番石橋、6番小野、3番重成、ラストは5番太田ゴールイン。以上優勝戦前提ゴールインしました。柑橘組合ガナゴーリみかん杯はいよいよファイナル優勝戦であります。様子を見ながら本番でも前方気味には林義則がつけています。高額版からインドリー、今年一般戦では勝って勝って勝ちまくる、その攻めのスタイルにも魅力満点の椎名豊、一番人気をされています。決め技豊富です。こちらも今年は V 量産です。勝負強さを兼ね備える林義則、少し後方から2号艇、パンチ力、気配、総合面でも抜群と笑う別府正幸、他では体力温存です。狙い定めてそろそろ頂点へと静かに燃える地元の三浦洋次郎、1423と別府3コースで三浦が4コース外、本番は枠主張、もつれを捉える逃さない噂の石田聖吾、乗り味くれば仕事達者です。こう一点乗ってきましたが、地元の大滝飛鳥、
本番でも林が2コース、別府3コース、そして角4コースに三浦洋次郎、5コース1打制後サイアウトルグ王帝の大滝飛鳥です。ガマゴーリ、柑橘組合ガマゴーリみかん杯の優勝戦です。1番、4番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました。2号艇のベップトップタイミング、1号艇ダッシュが引いた。さあパンチ力自慢の2人が出ていったが、1号艇まずはコーナー先手の1号艇シーナ、つけ回った4号艇ブロックに合い、4号艇流れた。混戦感激を2番3番バックへ入っているが、1号艇堂々押し切り成功。1号艇のシーナ豊、続く3号艇の三浦洋次郎であります。2号艇のベップ3番手連行する6号艇の大滝飛鳥。スタート前提正常優勝戦、スターター正常3番手の推移、6号艇コーナー先手、さす2号艇をつける5号艇、2号艇感激懐入っていって2号艇、この位置2番6番並んだ状態でありますが、イン2号艇のベップアウト6号艇の大滝飛鳥であります。定段からは1号艇のシーナ豊、3号艇の三浦洋次郎、3番手の推移、2号艇のベップケンセブロック、差し回った6号艇、待たされ気味の差したなった6号艇、後席を少しなぞった6号艇の大滝、定間2手半後方から追走でありますが、2号艇の別府、この辺りからじんわりと出てくる展開、1番、3番、2番、上位を形成であります、ぶっちぎる引率小鮮やか、1号艇の C、成田、トントンと6号艇、船が暴れ気味、おっと前の後席でふらふらしている2号艇、別府、それでも別府正幸、3番手、こらえたか、1番、3番、2番が上位を形成であります。さあ、イン圧勝体制へ築いて、椎名豊は独走です。3号艇三浦洋次郎、2番手、2号艇の別府、がっちり3番手をキープしました。常に仕上がりも破壊力を求めて、押しの一手で強気の攻撃。今年は決定力見事に、これで V8。数年前の群馬のみかんの大輝が実力つけて、いよいよ SG に殴り込んでいきますが、1号艇の椎名豊、3番手の推移、6号艇最後救った大滝迫る。先頭1番の椎名豊、今年 V8 の優勝五輪、2着3番三浦洋次郎、3まで逆転、6番の大滝最後捉えました。2番の別府が4番手後方、4番5番と林石田五輪。第1回の大会は遥か昔ということになります。今回で70回目を数えます。伝統あるタイトル決戦です。センタープール杯争奪日韓グローリー賞競争、いよいよ注目の頂上決戦第12レース優勝戦を迎えます。シリーズ6強です。1号艇は山本貴之、2号艇長島真希、3号艇松田裕樹、4号艇河野聡、5号艇音藤聡、6号艇浜崎純也、以上6選手が対戦です。気温14度、スタートラインに対しては向かいの風が3メーターから4メーターのコンディションです。6艇作戦待機行動は枠番通り、1号艇の山本貴之ががっちりとインコースを抑えていきます。数字ないモーターをひっちりと仕上げ切った1号艇山本、その外側2コースに2号艇の長島真希が構えていきます。このレースの高1点の存在、こちらも手足を軽快に仕上げた2号艇長島、3号艇松田裕樹はセンター3コースから切れ足で勝負です。3号艇松田、4号艇地元河野がその外側を下げていきます。このゴールからグランプリシリーズへとも羽ばたきます。4号艇河野、5号艇音藤はその外に構えての5コース進入、行き足警戒、6号艇悲願のデビュー初 V を狙いますが、浜崎純也が6コースから、3対3です。人気の中心は地元高枠に構えた山本貴之、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。いいダッシュを決めたのは角から4号艇航路、2コース2号艇の長島もいいスタートですが、1番この攻防一気に攻めた4号艇航路、内をついた1号艇、外から5号艇で、その内側から2号艇6号艇ですが、ぶっちぎりました。豪快なまくりから4号艇は航路聡、2番手の推移は5号艇の音藤が優勢か、内には6号艇浜崎、なおスタートは正常でした。
2マークを先頭で回るのは4号艇の河野。2番手争いは激戦モードでありますが、内を通って5号艇の音藤藤わずかに優勢か。6号艇浜崎は3番手で外枠勢が上位独占。4番手以降1号艇2号艇3号艇が続いております。角1の4コースから見事な0台トップスタート、豪快にまくりを決めたのが4号艇の河野。5号艇の音藤が2番手を追走となりまして、上位待機は4番5番。4号艇河野聡、そして5号艇の音藤聡、ダブル聡で上位を固めて、6号艇の浜崎が3番手ということになっています。2周2マークのターンからホームステッチへ帰りました。大きな差をつけたのは4号艇河野、2番手追走5号艇の音藤で、3番手の争いは2艇接戦か。内に6号艇浜崎、外から1号艇山本で最終周回です。これぞまさしく進化の証です。強敵ぞろいで外目の枠でも仕上げた足と磨いた腕を迷わず信じて一気のまくり。今年2回目、地元3回目、通算では12回目の V ゴール見えてきました。大きな大きな差をつけた4号艇の河野、この後はチャンスをもらいましたグランプリシリーズです。これからはもう師匠吉川に SG の舞台を任せるわけにはいきません。自らも令和に羽ばたく平成のペガサスが、このゴールからさらに大きく大きく羽ばたく構えです。4号艇河野、上位待機4番5番、そして1番か。先頭4番の河野聡、優勝のゴール。2着は5番です音藤ゴール、3着1番山本ゴール、6番浜崎、2番の長島がゴール、そして3番の松田ゴール。以上、尼崎第12レースでした。ボートレース下関5日間にわたりお送りしてきた巌流本舗杯頂上決戦優勝戦をいよいよ迎えました。対戦メンバーは1号艇畑英吾、2号艇渡辺和正、3号艇田添康介、4号艇市橋隆、5号艇山田裕樹、6号艇奥田誠です。今ホーム側2メートルほどの追い風になっています。さあこの風を読みながらのそれぞれスタートということになりますが、コース取りはまず1号艇の畑がインコース。大活躍の2021年、ここを決めれば今年6回目の優勝となります。2コースが2号艇の渡辺和正、その畑に待ったをかけ自身が今年6回目の優勝をもぎ取るか。2コースから3コースは3号艇田添康介、2015年以来の優勝へ3コースから。4コース角は4号艇の市橋隆、チルと 0.5 で勝負に出ます。アウトコースの2人も久しぶりの優勝をかけてとなります。5号艇の山田裕樹は2008年以来、6号艇の奥田誠は2015年以来の優勝をそれぞれ目指します。第12レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コースまでが揃っていきました。1番、2番、4番がその後出ていく1周1マーク。1号艇の畑が逃げる。2号艇の渡辺差しに構えましたが引き波に入っています。外を待った3号艇の田添ですが、1号艇の畑英吾抜け出しました。スタートは前提正常でした。押し切った1号艇の畑、2番手は2号艇の渡辺、追いかける6号艇、4号艇、3号艇2マークは1号艇畑がトップ、続いて2号艇の渡辺が振り切りにかかります。内をついて3号艇の田添が続きましたが、2号艇の渡辺が2番手をキープです。3番手3号艇の田添で目下の体型は1番、2番、3番。2周1マーク、先頭は1号艇畑英吾、追走が2号艇渡辺和正、3番手3号艇田添康介、外を攻めてくる4号艇の市橋隆。さあ3番手4番手が近づいています。3号艇の田添のすぐ後ろに4号艇の市橋が来ている。その後ろは6号艇奥田誠、5号艇の山田裕樹、2マークトップ1号艇畑、続いて2号艇渡辺、3番手3号艇の田添、4号艇の市橋が食らいついていますが、3番手は3号艇の田添が踏ん張っています。上位体系1位、2位、3でレースは最終周回。
先頭は1号艇の畑英吾です。2番手が2号艇渡辺和正、3番手3号艇の田添康介、ここは内をついていく4号艇の市橋隆。しかしここでも3号艇の田添3番手をキープ。しかしチャンスありそう、4号艇の市橋が虎視眈々でラストターンマークです。一方先頭は1号艇の畑、オール2連隊でシリーズ制覇し、今年6回目の優勝を手にすることになりそう。2番手は2号艇の渡辺、3番手は3号艇の田添がキープ。1、2、3で間もなくゴールです。先頭1番畑が優勝の五輪、2番渡辺、3番田添五輪、4番市橋、6番奥田、5番の山田五輪。以上前提ゴールインしました。12月7日から始まりまして、12月8日が中止順延で1日順延、そしてこの12月11日土曜日が優勝戦という日程となりました。4日間のショートシリーズ特選制で争われてきましたボートレース2プライドランド第3戦、ボートレース2交通安全運動、いよいよ戦いは優勝戦を残すのみとなりました。これから行われますのは12レースの優勝戦です。対戦メンバーは1号艇人気とされました大阪支部丸岡正則、2号艇東京支部の斉藤仁、3号艇静岡支部今坂昭弘、4号艇地元三重支部春園幸太、5号艇福岡支部中田達也、6号艇滋賀支部の柳橋弘樹。以上のメンバーで優勝戦が行われます。初日のドリーム戦制しまして予選4勝のオール2連隊、1号艇丸岡正則がこのレース丸岡正則が人気の軸にされました。その丸岡正則の陰線で隣2コースに2号艇斉藤仁です。この丸岡から斉藤、かなり人気が集まっています。まあ、それでも丸岡正則の人気集中のこの一戦となりました。この12レースの優勝戦、スローの3コースパンチ力秘めています3号艇のいますが、地元戦スタートどこまで踏み込めるか4号艇春園、外枠ですが切れ味は侮れない5号艇の中田達也が5コース回り、そして6号艇柳橋が大外6コース、3対3の枠番通りの進入となりました。2プライドランド第3戦ボートレース交通安全運動12レース優勝戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートインからトップスタート1号艇丸岡、2コースから2号艇斉藤、この宇宙2艇が好スタートを切りました。こうなると逃げる体勢を作る1号艇丸岡、寄せつけずに切り込んでいったら2号艇斉藤陣です。斉藤が回ってから直線伸びてくるか、しかし1号艇丸岡逃げの体勢を作ってリードは現在2艇審査、2番手は2号艇の斉藤に宇宙2艇で5号艇中津になりました。後方ですが4号艇春園、3号艇松木、そして6号艇の柳口です。スタート正常です。2着争いが焦点となりそうです。5号艇中田先に待っていく、差し返す2号艇斉藤が冷静に切り込んでいって単独2番手キープ、3番手は5号手中田となりまして現在上位体系は 1-2-5 の体制となりました。後方差の広がって4号手春園、さらに6号手の柳橋、3号手松木でレースは2周1マークの旋回です。1号手丸岡リードは6艇審査、2周1マークの旋回からバックステージ再三コーナー詰める5号手中田なんですが、単独2番手はがっちり取った2号手斉藤陣が2番手、3番手は5号手中田、現在上位体系は 1-2-5 の体制となりました。後方差が広がって単独4番手4号手春園、後方ですが6号手の柳橋、3号手松木最高方で西乗りマークの旋回です。横綱頭脳を見せつけた格好になりました。先頭1号艇丸岡正則、そして2番手でクリアは2号艇の斉藤陣、3番手も変わりません5号艇中田達也、現在上位体系 1-2-5 の体制となりまして、レースは最終周回、これから1マークに向かっていきます。全体的にそれを早いスタートではなかったんですが、しっかりとトップスタート押し切りました1号艇丸岡、最終周回1マークから最後のバックスタート、そして2番手でクリアとなった道中さばききりました2号艇斉藤陣、3番手は5号艇中田、現在上位体系は 1-2-5 の体制となっています。3連単の 1-2-5 は2番人気です。オッズは6倍です。最終ターンマークに向かいます。丸岡正則がオール2連隊で優勝を勝ち取りそう。最終ターンマーから最後の直線コース、2番手2号艇斉藤陣、3番手5号艇中田達也、12レース優勝戦は間もなくゴールを迎えます。優勝おめでとう、先頭1番の丸岡が五輪、2番手2番斉藤五輪、3番手5番中田が五輪、4番の春園五輪、6番の柳橋が五輪、ラスト3番の今坂五輪。
さあまずは2号艇の坂口めぐるを前にしましてメンバーで揃ってまいりまして2-3-1-4-5-6でしょうか。住之江シティナイターの豊中市政85周年記念競争、今回の4日間短期シリーズあっという間のファイナル、4日間のナンバーワン決戦の第12レース優勝戦。さあ優勝戦も波乱が起こるのか、2-3-1-4-5-6の並びとなりそう。1分前、2号艇の坂口めぐる、さあここは陰線から住之江8回目の優出 V4 なるかとなってまいりました。そして3号艇の住谷健吾、4場所連続優出住之江初 V に挑戦。そして1号艇の藤山翔太、3コースから3場所連続 V の地元初 V なるかです。4号艇引っ張るでしょうか、秋元悟。さあアウト勢が動いていきますが、1号艇の藤山引っ張りました。さあこれで2-3スロー、ダッシュが1号艇、4号艇の秋元悟、2場所連続優出。そして5号艇の富永、住之江3度目の優出。そして6号艇の和田拓也、今回住之江2度目の優出。2-3スローのダッシュが1-4-5-6。さあ今回の4日間を制するのは一体誰になるのか、ファイナルの優勝戦2-4、インコースから2番3番1番4番5番6番3秒2秒1秒、今スタートしていきました。コースアウトはインコースから2号艇、そしてダッシュ勢から1号艇、4号艇出ていく藤山1マーク、3カードからまくっていきます。1号艇の藤山翔太、さあ角まくりが決まったか、内から鋭く4号艇の秋元、後ろから2号艇5号艇あと3番6番で、さあバックスレッジは差し抜けたが、4号艇の秋元悟が上がってきて、さあファイナルも後輩党になるのか。2番手1号艇3番手2号艇後ろで3号6固まっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回るのが4号艇の秋元悟、2番手ラス2号艇回って懐1号艇ですが、先頭に4号艇の秋元悟が住之江初 V へと向かって、2番手1号艇3番手2号艇レーサー2周目とあります。ファイナルの優勝戦もイン逃げならずで波乱が起こっていまして、先頭に4号艇の秋元悟が今年初 V、 住之江初 V へと向かっていまして、2番手1号艇3番手2号艇バックスレッジと入ってまいりましたが、上位が4号艇1号艇2号艇後輩連発の最終日最終競争、優勝戦も波乱が起こって4-1-2、後ろは大きく水が出て6号艇3号艇接戦状態、最後方に5号艇上位3艇ばらけまして、第2ターンマーカートップで回って4号艇の秋元悟、2番手で1号艇の藤山翔太、3番手が2号艇の坂口めぐる、直線構成で戻ってまいりましたが、優勝戦は4-1-2で最終周回へと入ります。さあラスト1周先頭に立っているのは4号艇の秋元悟で、そして2番手1号艇の藤山翔太、3番手に2号艇の坂口めぐる、最後のバックスレッジへと入ってまいりましたが、ここも上位が4号艇1号艇2号艇で完全に固まってまいりました。4号艇の秋元悟ですが、今年初優勝、ここ住之江では初優勝、自己通算では21回目の優勝が目前、今回住之江は4回目の優出で見事初優勝となっています。さあ今回の短期シリーズはラスト、ここも人気の中心が敗れまして、さあ4号艇の秋元悟が波乱の後輩と3連単満州の4-1-2、優勝4号艇秋元悟ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番5番がゴールイン。注目のコース争い、正木が素早く動いてきました。本番も高橋がインコースを死守で、内寄り1号艇と5号艇ボートレース宮島第15回の日本トーター賞もいよいよ頂上対決、第12レースの優勝戦です。対戦メンバーは1号艇高橋正雄、2号艇小林雄二郎、3号艇三笘照之、4号艇古賀茂樹、5号艇正木政権、6号艇梶原忠、以上の6名です。インは1号艇高橋正雄、3年ぶりの優勝へこのチャンスは逃しません。シリーズリーダー高橋がインにどっかりと座ります。そして動いて2コースが5号艇正木政権、久々の地元部位をかけてこの1走に気持ちを込めます。3コース中段の位置に2号艇小林雄二郎、スタート安定しています。ここも集中力発揮しますか。残る3艇が引いて、角が3号艇三笘照之、展示タイムは良好、三笘は勝てばデビュー初 V 12回目のチャレンジ。5コース4号艇古賀茂樹、チルトは 0.5、
そして6コースが6号艇梶原忠史、展開をつく足はあるときっぱり。満潮のもと風はホーム向かいの風、風速3メートル。第12レース優勝戦内から1番5番2番3番4番6番でスタートしました。1号艇2号艇3号艇わずかにコースター3号艇が出てきますが、2号艇に少し止められていく。さあ2号艇3号艇が競り合う間隔、4号艇の古賀が展開を捉えて、展開捉えて抜け出した4号艇古賀茂樹、一気にリード4艇身です。そして2号艇小葉が2番手、そして6号艇梶原が3番手、後ろは1番3番5番が追走。スタートは正常でした。2マーク4号艇がトップでクリア、続いていった6号艇を回して V 字はついてきた2号艇。ホーム側に帰って先頭はぐんぐんとリードを広げる4号艇古賀茂樹、2番手は2号艇です小葉雄次郎、4艇身相手6号艇梶原が3番手、すぐ後ろに1号艇高橋控えて、これから2周の1マーク。6号艇の梶原3番手旋回、握っていった3号艇1号艇を合わせていくんですが、少し公式の上バック側に入っての3番手は6号艇梶原がキープしていますが、直線コースでスルスルっと上がってくる1号艇の高橋、アウトコース差がなく3号艇の三笘、最後方が5号艇の正樹です。2周の2マーク、6号艇梶原、そして1号艇3号艇が少し競り合ってしまって、1号艇へさきが浮いて届かない。6号艇梶原のリードがここで広がって、体型は4番2番6番、レースは最終周回です。さあ先頭は5コースから1マーク展開を捉えて抜け出しました。4号艇は古賀茂樹、さあ先頭ぶっちぎっています4号艇の古賀茂樹、これで今年は V2 2月の三国以来の優勝。ここ宮島は2回目、通算では41回目の V ゴールが目前。上位の体型は4番2番6番でラストターンマーク、トップで帰ってきます。4号艇は古賀茂樹、2番手は2号艇小葉雄次郎、3番手さばいた6号艇梶原で、体型は4番2番6番。第12レース先頭4番5が今優勝のゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、ラスト5番ゴールイン。